松江の開封を祝う松江祭同行列。秋も深まる10月中旬、松江城周辺に16の町内団体が集結し、威勢の良い銅の音が響き渡りました。この番組では銅を愛する人たちの表情とともに、待ちに待った同行列当日の盛り上がりをお伝えします。まずコースを紹介します。大手前駐車場を出発し、北殿町交差点を南に向かいます。松江大橋を渡り、白方天満宮を目指すおよそ 1.8 キロの道のりです。途中の大手前、殿町、大橋、白方、天満宮の5カ所の演舞場では行列を止め、各団体特色ある迫力のあるバチさばきを披露します。こちらが今年の出演団体一覧です。行列はまず、祭りを司る奉行役の上定市長に通行許可を得る順改めを行い、大手前駐車場を出発します。Thank you.
ない東京力士伝道結束調和を信条とした石橋一丁目の優勝難道叩きを披露し、文外昇天の心境で白方天満宮までの総勢飛行のこと練り歩いてまいります。どうぞ札をお忘れくださいませ。Thank you.
久々に従来の、同行列ができて大変、見てる人もそうだしやってる人たちっていうのも非常に楽しくできたんかなというふうに思っております。我々も小さい頃に、銅を、体験したためにですね、やはり大人になっても銅の音が聞こえると心は浸つむのがあります。そういった体験をですね、子どもたちにもやっていただきたいというふうに思っています。今年もすごい活気があって、だからいつもよりも最近コロナでちょっと下がってたんで、なんかすごい今日は活気があってよかったです。天気も良くて、まあちょっと雨降ったけど良かったかなと思いますね。迫力あったね。
9月29日、寺町にある松江道電商館で、島根大学附属義務教育学校の4年生の児童が道体験を行いました。児童たちは道の体験を行うだけでなく、道の歴史を学んだり、街頭インタビューを行い、道の知名度を調査したりと、およそ1年間を通して道の知識を深めています。学習の中で後継者不足や発信力不足を知った児童は、道行列保存会の人に積極的に質問を投げかける姿も見られました。児童たちは自分の住む町内や石橋一丁目、幸い町、道友会の引き手として本番の行列にも参加しました。附属義務教育学校によると、来年1月以降に学習したことを発表する場を設ける予定だということです。やばかった。体が震えた。なんか大きい音がいっぱいしたからまたやりたくなりました。前はなんか覚えるのが心配だったけど、今日もは前のとちょっと似てたから思うように叩けてよかったです。Thank you.
今回16団体を迎えして開催できたことがとても嬉しいですし、たくさんの方に3年ぶりまた4年ぶりにですね、今年はフォトコンテストも入って、通常通りの開催ができたということを喜んでおります。地域ごとに動画が出て皆さん回ってらっしゃいますけど、どういう会などは誰でもこう入っていただくことができるので、今日も外国人の方も結構いらっしゃったんですね。そういった楽しみ方ができるとてもオープンなお祭りですので、見るだけじゃなくてこう自分のものとして楽しんでいただくことができればいいなと思っています。久しぶりの同行列だったんで、とても楽しく、練習も楽しく、天気もよく良かったです。ね、やっぱ人々の健康を祈って、もっともっと松江が、島根が気合の入った町になっていただけるように、まだまだ僕は若手ではございますが頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。本番まで1週間を切った10月10日雑賀津田街道の練習も大詰めを迎えていました。今年は雑賀小学校開校150周年を記念し、雑賀小学校区の町内がまとまって行列を行います。呼びかけたのは茶谷隆さんです。私もね、長年道に携わってますけども、雑賀地区、この4町内が雑賀地区にあるんですけども、その4町内が揃って揃い踏みするのは初めてです。それと同時に同じ年に雑賀小学校の150周年、創立150周年がありまして、それを記念してぜひこの機会に雑賀小学校と雑賀町をぜひ盛り上げたいというふうな気持ちでやったんですが、子どもさんもね、非常に参加していただきまして、他の地区の子どもさんたちにもこの雑賀小学校の150周年を記念したこの年に同行列に参加されて、それが大人になっても松江を離れられても思い出深いことになるんじゃないかなと思います。道によって生まれる地域の輪を大切にしているという茶谷さん。今年は5歳から93歳まで幅広い世代で行列を行うということで、この日も和気あいあいとした雰囲気の中、力強く華麗な道の音が鳴り響いていました。道を愛する一人一人の思いをつなぎ、道行列は次の世代へ受け継がれていきます。14番館町、4年ぶりの参加に気合が入っております。ただいまより出発いたします。やー、
は、松江城を築城された堀尾家ゆかりの町です。この歴史ある町のみんなが一丸となって銅を打ち鳴らします。Thank you.